羊飼いの礼拝は、ルネサンス世紀のイタリア人が赤ジョルジョーネが1505年から1510年頃にかけて描いた絵画。アメリカ合衆国ワシントン DC のナショナルギャラリー・オブ・アートが所蔵している。世界的に広くジョルジョーネの新作だと見なされているが、異論もあり、ジョルジョーネの弟子だった、ティアーノの初期の作品だと言われることもある。いずれにせよ、 ルネサンス世紀のベネツィア派の画家が描いた作品だということは確実視されている。欧米では過去にこの絵画を所有していたバーモント家の借位にちなんでアレンデールの交端とも呼ばれる。別称であるこのアレンデールの交端にちなんでジョルジョーネにはアレンデール絵画群と呼称される数点の作品が存在する。羊飼いの礼拝と同じく ワシントン DC のナショナルギャラリー・オブ・アートが所蔵する聖家族、ロンドンのナショナルギャラリーが所蔵する東方三博士の礼拝である。さらに、ウィーンの美術史美術館が所蔵する羊飼いの礼拝の別バージョンの作品などもアレンデール絵画群に含まれることがあり、これらの作品群はジョルジョーネの新作であると考えられている。ジョルジョーネは、 薄暗い洞窟を背景に描かれた右側の人物像を画面構成の中核としている。一方で画面左側は木々に囲まれた明るい風景が対照的に描かれている。そして鑑賞者に性質で劇的な印象を与える役割を果たしているのが画面中央に描かれているひざまずく羊飼いの巡礼者たちである。幼児キリストとその両親であるヨセフとマリアの聖家族、 そして二人の羊飼いは区形を構成するように描かれ、左側に遠く広がる風景描写と一体を成している。羊飼いの礼拝は、ジョバンニ・ベッリーニの正当な後継者とも言える、ヴィンチェンツ・オカテナの工房に、ジョルジョーネがいた時期に完成させた作品ではないかと考えられている。羊飼いの礼拝は、数ーキ教、ジョセフ・フェスキが所有していたという記録が残っている。 その後1845年3月17日から18日にかけてローマの立期宮殿で開催されたオークションの874番目にジョルジョン作の羊飼いの礼拝として出品され最終的に1760スカードで売却された1760スカードは当時のレートで換算すると約370.53ポンドに相当するフェスキは ナポレオン一世のおじにあたり、大規模な美術作品の収集家だった人物である。また、このオークションには1837点の絵画作品が出品されており、パリのルーブル美術館がこれらの絵画のうち1406点の作品を購入した。他に、オークションにかけられた絵画作品として、フランジェリコの最後の審判、ニコラプスさんの人生の踊りなどがあった。 数奇鏡、ジョセフ・フェスキの次に、羊飼いの礼拝の所有者となったのは、パリ在住のクラウディウス・スタラルという人物で、タレルは1847年6月11日に、ロンドンで開催されたクリスティーズのオークションに、ジョル・ジョーネ作の羊飼いの礼拝としてこの作品を出品した。このオークションには55点の絵画作品が出品され、落札総額は3383ポンドに、 登っているこの羊飼いの礼拝にはオークション総額の半分近くとなる1544ポンドの値がついた。出品作品の最後となる55番目に出品された羊飼いの礼拝がこのオークションの目玉商品だったのである。ロンドンのナショナルギャラリーが所蔵する東方三博士の礼拝。バーモント家の爵位名であるアレンデールにちなんで、 アレンデール絵画群と呼称されている絵画作品の一枚、クリスティーズのオークションで羊飼いの礼拝を落札したのは、イングランド、ウエストヨークシャーの邸宅ブレットンホールの所有者である、トーマス・ウェントワース・バーモントだった。その後、トーマスの息子で、初代アレンデール男爵となった、ウェントワース・ブラケット・バーモント、初代アレンデール爵、ウェントワース・カニング・ブラケット・バーモント、第二代アレンデール爵爵、 ウェントワース・ヘンリー・カニング・バーモントと代々のアレンデール尺家に受け継がれてきた。実業家として著名な美術品コレクターのジョーセフ・デュバンが第3代アレンデール尺チャールズ・バーモントからキリスト・コータンという作品名でこの絵画を購入したのは1937年8月5日のことである。デュバンの同業者だったエドワード・フォールズによればデュバン・ブラザーズが ジョルジョーネにふさわしい価格であるとして、代金31万5000ポンドと仲介者の歌唱、チャールズ・ラックへの手数料5000ポンドで、キリストコータンを買い取った。当時、デューバンの美術顧問を務めていた、美術師やベルナルド・ブレンソンは、キリストコータンが、キツヤーノの作品だと鑑定し、ジョルジョーネの作品だと信じる、デューバンと対立した。 両者共に意見を譲らず、現代美術史においても極めて大きな影響力を持っていた二人の関係に、このキリスト皇坦が終止符を打つ原因となってしまった。デュバンは1938年にデパート業界の有力者、サミュエル・クレスにジョルジョーネの作品としてキリスト皇坦を40万ドルで売却した。クレスはその年のクリスマスシーズンに、 自身が経営する5番街のデパートのウィンドウにキリスト皇坦を展示し、その翌年の1939年にキリスト皇坦をナショナルギャラリー・オブ・アートに寄贈した。1871年に出版された美術史家ジョセフ・アーチャー・クロエとジョバン・ニ・バッティスタ・カバルカ設定の著書には羊飼いの礼拝がジョルジョーネの作品だとして紹介されている。一方、 ベレンソンは1894年に出版したベネチアの画家たちでヴィンチェンツオカテナの作品である可能性が高いとしている。1912年には画家で美術研究家でもあったロジャー・フライが表現、特に風景全面に描かれている落ち葉の描写を分析すると疑問の余地は残るものの序盤にカリアーニの作品だと考えられるとしている。 1894年の著書で羊飼いの礼拝がカテナの作品だとしていたベレンソンはカテナ説を撤回し、まず間違いなくティツヤーノのおそらくは最初期の作品だろう。だがジョルジョーネの表現が見られるように感じられることもわずかではあるが否定できないとしている。その後ベレンソンは1957年の ベネツィア派の絵画作品リストで聖母マリアと風景描写を完成させたのはおそらくティツィアーノだと考えられるとしつつ羊飼いの礼拝はジョルジョーネが描いた絵画作品であると以前の鑑定を訂正した1979年に羊飼いの礼拝を所蔵しているナショナルギャラリー・オブ・アートはエリス・ウォーター・ハウスやシドニー・ジョセフ・フリードバーグら5名による 専門家の鑑定結果として、この作品をジョルジョーネの新作であるとカタログに記載している。ありがとうございます。